やべさだのり天保十三年七月二十四日は、江戸時代後期の旗本。通称は彦五郎。以下は、地位下、官職は、駿が守るから、左近江絵将に専任し、駿が守るに再任。大阪西町奉行時代、天保の基金に際して、大塩平八郎の助言を得て、休民を救済したが、後に、大塩から、官令との告発を受けた。 天保十二年に江戸南町奉行に任じられたが、江戸幕府の老中、水野忠邦と対立し、約八ヶ月で罷免された。処分を不服として絶食し、それが原因で死去した。完成元年、幕臣、矢部忠司令の子として誕生。天保二年に、堺奉行、天保四年に、大阪西町奉行となる。織氏も、当時凶作に見舞われ、矢部は、 基金対策に努める。この時に、元寄り域で学者であった、大塩平八郎と会合を持ったため、矢部と大塩は、深い信頼関係にあったと見られていたが、矢部の基金対策は、大塩の意見とは食い違うものであった。この他、在任中には、竹島事件の裁定を行っている。天保七年に環状奉行に就任するため江戸に移った。 やべの利人ごまもない天保八年、大塩平八郎の乱が発生した。大塩が幕府に提出しようとした、権議書八箇条のうち、六箇条は国を乱す、慣例であるやべを弾劾するものであった。この中ではやべが様々な不正を行い、口封じのために承認を殺害したとされている。しかしやべがこの時点で処分されることはなかった。天保九年からは、 西丸留守居となり、大御所、徳川家成に仕えた。天保十一年から、老中、水野忠国の主導により、武蔵国川越藩、出羽国省内藩、越後国長岡藩の味方領地替えが問題となっていた。天保十二年四月二十八日に、矢部は、江戸南町奉行となり、老中の命により検証を行った。 結果として領地替えの必要性を認めず、再吟味を愚信した。翌年7月に天保は十二大将軍、徳川家吉の祭壇により中止となった。定の没後、では将内藩伏領の恩人として祭人に祀られる、契機となる。また水野が推し進めた、天保の改革に、北町奉行、東山影本と共同して対抗する。当時の価格に対し、 水野や藤田東子らが株仲間の廃止を求めた際にも一部の商人の過ビな生活態度にも問題があるものの文政改中による悪化に最大の要因があり物流上の様々な制約もあるため急激な株仲間の廃止はかえって混乱を招いて人々を苦しめると主張した。やべの見解は大阪は天下の喉なりすなわち江戸の物価の件は 大阪が握っているのであって、株仲間を解散すると、大阪に商品が入らなくなり、大阪の問屋は価格を上げざるを得ないから、結局は物価高騰につながるというものだった。天保12年12月、矢部は江戸町奉行を解任された。大阪町奉行時代の不正、江戸町奉行時代のお救い舞い返付け事件の調査不正などが理由であったが、主因は、 水野と対立したために、目付、鳥居養蔵の作望により罷免されたと見られている。取り調べ中に無実を友人に訴えたことが問題となり、伊勢クワな藩預かりとなった。長預から3ヶ月後の天保を13年7月24日、死去。抗議のため自ら職を立ったと言われている。去年54。開名は晴れ雲山院伝秋月日高貞則大古事。 墓所は、東京都江東区平野の日蓮宗法園山、上神寺。なお、貞則は没後、山形県阿久美郡湯座町蕨岡上寺に、鎮座する僧、寺市教聖神社の祭神として祀られた。水野忠国による株仲間の急激な廃止政策は、経済界に混乱をもたらし、かえって人々を苦しめることになり、貞則の見識の正しさが証明された。このため、 後に、河路俊明ら幕末期の官僚からは、その非合の死を惜しまれることになった。その後、改革の失敗と不正発覚により、水野と鳥居は失脚し、定則養用の鶴松が幕府への出資を認められ、矢部家は江戸幕府の幕臣旗元として再興された。ありがとうございます。